ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？今日は新しくリリースされた Linux Kubuntu 24.10 をインストールして、日本語入力の設定をしてみたいと思います。なんだかアニメのような背景ですけど、これも Linux なんですね。そうですね。それでは早速始めていきたいと思います。まず Google Chrome を起動します。これはパスワードを入力してロック解除をクリックですね。検索欄に Kubuntu と入力して検索をします。検索結果の4行目の Kubuntu 24.10 をクリックして開きます。ページが開きました。右上に表示された翻訳機能の日本語をクリックして日本語に変換します。日本語に翻訳されました。下にスクロールしていきます。赤色の Kubuntu 24.10 をダウンロードするの文字をクリックします。ダウンロードのページになりました。上側の Kubuntu 24.10 の枠内の64ビットダウンロードをクリックします。ダウンロードが始まったようです。ダウンロードが終わるまでここから先は少しカットします。ダウンロードが終わりました。ここからは Kubuntu のインストール用 USB を作っていきます。 Linux Mint のメニューからアクセサリーへ進み、 USB イメージライターをクリックして開きます。開きました。 ISO イメージの枠内をクリックして開いたウィンドウからダウンロードのフォルダを開き、 Kubuntu 24.10 の ISO ファイルを選択し、開くをクリックします。次に USB メモリの枠内の三角をクリックし、表示された USB メモリをクリックします。これで準備ができました。書き込みをクリックします。パスワードを入力し、認証するをクリックします。書き込みが始まりました。終わるまで途中はカットします。書き込みが終わりました。 USB イメージライターを閉じます。ここからはインストールを始めていきます。 F12 キーを連打しながらパソコンを起動します。起動デバイスの選択メニューが開きますので、6行目の UEFI 規約者パーティション2を選択してエンターキーを押します。 USB からメニューが起動しました。トライオアインストール Kubuntu が選択されているので、このままエンターキーを押します。言語の選択画面です。 Select your language の枠をクリックして、ダウンリストの中から日本語を選択してクリックします。インターネットに接続されたようですね。インストール Kubuntu をクリックします。インストーラーが起動したようですね。次へをクリックします。住んでいる国と地域の設定です。アジアと東京が選択されているので、このまま次へをクリックします。キーボードの設定です。ジャパニーズとデフォルトの設定で、このまま次へをクリックします。インスタレーションモードの設定です。2つ目のノーマルインスタレーションのままで次へをクリックします。インストール方法の設定です。クリーンインストールをするので、ディスクの消去を選択して次へをクリックします。
名前の設定です。名前を入力します。名前を入力すると下の2箇所にも自動で入力されるようです。パスワードを入力します。確認用にもう一度パスワードを入力して、パスワードを尋ねずにログインするにチェックを入れて、次へをクリックします。インストール開始後に行われることの確認です。インストールをクリックします。ディスクの内容が変更されるということで、続行しますかという確認です。今すぐインストールをクリックします。インストールが始まりました。ここから先は区分図の説明が順次表示されていきますので、短縮しながら表示していきます。インストールが終わって、ようこそのウィンドウが表示されました。右下に更新のメッセージも表示されています。更新はしておくことにします。更新のウィンドウが表示されました。すべて更新をクリックします。パスワードを入力してエンターキーを押します。更新の様子が表示されていますね。まだあるようです。すべて更新をクリックします。パスワードを入力してエンターキーを押します。すべての更新が終わり、最新の状態になったようです。右下のもう一つのメッセージは一応目を通して閉じておきます。ようこそセンターのウィンドウも一通り見ておくことにします。終わったようです。ようこそセンターを閉じます。パネルにあるキーボードのアイコンを右クリックして、インプットメソッドの設定をクリックして見てみます。日本語入力が何もないですね。 FCITX ごとモズクをインストールして追加していくことにします。このウィンドウは一旦閉じます。コントロール Alt T キーを押して端末を開きます。まずアップデートをしておきます。 sudo apt-get update と入力してエンターキーを押します。パスワードを入力してエンターキーを押します。終わったようです。次に FCITX ごとモズクをインストールしていきます。 sudo apt-get install FCITX5-mozuku と入力してエンターキーを押します。
追加で 22.9MB のディスク容量が消費されるので続けますかということです。 Y キーを押します。インストールが終わったようです。端末を閉じます。パネルのキーボードのアイコンを右クリックして開き、インプットメソッドを設定をクリックします。右枠のモズクを選択し、左へをクリックして左枠に移動します。左枠のキーボードエゴ US を選択して右へをクリックします。同様にして右のキーボード日本語を選択して左に移動します。適用をクリックします。次にグローバルオプションのタブをクリックします。入力メソッド切り替えのホットキーはコントロールプラススペースキーになっていますね。ウィンドウを閉じます。再起動しました。日本語入力を試してみます。スタートメニューからアクセサリーと進み、テキストエディターのケイトをクリックして開きます。新しいファイルをクリックして始めます。日本語入力と入力してみます。かなから漢字に変換されますね。日本語入力ができるようになりました。テキストエディターを閉じます。破棄をクリックします。 Firefox を起動しておきます。パネルの Firefox のアイコンをクリックします。この手順をスキップをクリックします。これもこの手順をスキップですね。ブラウジングを開始をクリックします。プライバシーに関する通知ですね。このタブは閉じます。YouTube のアイコンをクリックします。検索欄に何か入力して検索してみます。Kubuntu と入力してみます。あれ？カナ入力のままでした。コントロールプラススペースキーで切り替わるようになっていたと思います。切り替えました。大丈夫ですね。ちゃんと切り替わっています。 Firefox を閉じます。今日は新しい Linux Kubuntu 24.10 をインストールして日本語入力の設定をしてみました。使用したコマンドは概要欄に記入しておきます。それでは今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。